こ。あ、どこだこれ。止める真ん中だめなことじゃ。真ん中ってどこだった？いつも真ん中止めてるよね。8時23分、ボトスコキャンプ場の駐車場です。ダイヤモンド富士の時は真ん中も飛べれますが、今回は両端だけで、キャンプの方が多いのでほぼ満車です。ほら、綺麗。何これね。なんだこれ。桜？じゃねえだな。じゃないよね。うん、ボトスコキャンプ場。ウグイス、今日も。今日もウグイス鳴ってるよ、ね、はい。おはようございます。キママナ夫婦です。今日は龍ヶ岳に登ります。はい、8時24分のスタートです。それでは行ってきます。今日の目的の一つは、龍ヶ岳の上から、上というか途中だね、龍ヶ岳に登る途中から、満開の芝桜を、見ようということです。そうですね、富士芝桜公園ね。今来る時も大渋滞だったね。大渋滞だったね、車がね。はい、さあ、うまく見れるかな、今日は。途中から見れるからね。ボトスコキャンプ場、やっぱキャンプシーズンだね。すげえね、やっぱ土日は。でもまあ止めるね、晴れねえわけじゃねえな、ここ自由だからね、区画が。そう、このね、キャンプ場ね、もう思い出がいっぱいのキャンプ場だ ね、 ねまさに古いアルバムの中、毎週のようにね来てたからね、昔はね。毎週来てましたね、ほぼ毎週だね。独身の頃は仲間と来て、子供ができてからもよく来たね、ここはね。来たね。何しろあの区画がなくて自由に晴れるっていうのがあってね。いつ来ても何時に来ても適当に、晴れちゃうからね。晴れる場所を探すっていうね。そうそう、ほら、決められてないのが良かったね。もう私たちにぴったりだったね。そう、もう何しろ縛らんのだけだからね、二人で。予約もないし、適当に来て、パッとね。パッとあってね。そう。で、今週も行っちゃうって感じでね。そうそう。だいたい金曜日に決めて出かける感じだね。うん、今でもそうだけどね。昔の方がもっとルーツだったよね、ここね。うん？ルーツにさ。ああ。そう。でも綺麗になったな。綺麗になった、だから。うん、炭のいい匂いがするな。うん、これぞキャンプの匂い。ああ、キャンプの匂いだね。キャンプの匂い。はい、ボトスコキャンプ場の敷地を抜けます。はい、東海自然道かな、ここは。いや、緑がいいね。ねえ、ね、ほんと新緑の季節になってきたね。冬とは大違いだな。うん、冬はもうカレッカレだからね。もうほんとにどんどん芽吹いてくる ね。季節の移り変わりとともに私たちも年をまた取っていく。そうそう、いいだよ、それは、ね、自然の現象だからね。そう、はい、龍ヶ岳の登山道入り口の看板は常にありますので迷うことはありません。お、ザック一緒じゃん。バーゴワークスね。あ、本当だ。いいね、それいくつ。同じだよね、16ですよね。あ、じゃあ同じだな、大きさな。私パンパンに入ってるからだよ。はいはいはい、そうだね。はい、こっから登山道です。こっから登るよ。はい、龍ヶ岳もスタートは階段です。頭気をつけて。頭、あー、すごい、渋滞してる。車が見える。車がな、芝桜のね、ね、見学で今日見頃だっつうからな。この辺が一番急じゃね、龍ヶ岳の中でね。な、多分避けてくれたってよ。はい、また先週に引き続き奥さんはモフモフ落として今日は結構きつかったよ、下ったのが。だいぶ入り口、ほぼ入り口まで今届きた。はい、というわけでそれでね、声かけてくれて、下にありましたから、結構下の方でしたよって言われて。かなり下だけど。そうなんだと思ったら、あれ、もしかして気ままな夫婦なんですかって言われて、はい、そうですって言ったんだよ。いつも見てます。マジっすか。やばくもフォローしてますよ。本当、わかった。そう、それでなぜ分かったかというと、私の靴と
リュックやっぱり、でそれですれ違った旦那さんのも、あれって思ったんだけど、いや声がもっと渋いよねっていう話をしながら登ってきたんだってで私がだから、やっぱりそうじゃないのっていう感じで声かけてくれたんだよ。いや嬉しいね、 初フォロワーさん、初嬉しいね、初視聴者さん、そう嬉しいじゃん、ね、嬉しいじゃん、はい、開けてきました、ここね、トスコット富士山で9時26分にアプリがありますので少し遅いですすごい階段に登ったのね、絶好調だったけどな。はい、こっちは元栖湖、うわー綺麗、開けるね、今日の元栖いいね、いいね、今日はね開けてる、すごい、うん、じゃあじゃあ元栖湖から、ね、今日富士山ダメだ、富士山は見えません、ダメです、いつもここからな、ドーンと見えるんだけどな。はい、ではちょっと長文もないのでそのまま進みます、はい、次は東屋だな、この、石仏だな、ここ、石仏のとこが、でこっから龍は、龍ヶ岳は、開けます、もう少し行くと開けます、でそこで多分、上から芝桜が見えるかと思います。そうだね、この斜面で見えそうだね、気持ちだね、うん、気持ちいいだな。さあ笹ロードに入りました、はい、龍ヶ岳特有の笹ロードです。ここ夏はねもうこの笹がね、覆いかぶさっちゃってね、こういう風に両側から、そうで下が見えないんだよこの道、夏はねの登りずれなんてもんじゃないぜ、お夏はダメだね、ああだんだんもうちょい上かな、もうちょい上、ああぐるっと回って回って上かな、わあ満車は見えるね、満車だね、すごいよ、ほらこっちもこっちもだもん、ああ、はい、今日のメインイベント芝桜を上から見学のポイントまであと少しです、すごいすごい、見えた、おー見えた見えた、ここだよ、もう一個上も見えた、あでもここからかな、そこまで行くか、いや多分こう、ここが一番見える、ね、うん、ここが覆いかぶさってるもんね、いや見えました芝桜、本当はねこれとね芝桜と富士山がねバツンと見える、いやすげえ人が、富士山はすごい人だね、じゃちょっと芝桜は少し見える感じだね、ちょっとあれするよ、じゃあ、いや人がすごい、奥の駐車場もまたその奥の駐車場も満車だね、これはパス、ここがいつも富士山のビューポイントだね、あそう、こっからあの冬のねダイヤモンド富士、撮影する人多いんだよね、ここね、そうここです、そうなんだよ、だけどやっぱ、ああ本当だ、ここまで来ちゃうともう見れません、見えないんですよここはね、もうあそこのポイントだけだね、そうピンポイントで上行くと小さいんだよ、ああ、もう見れて、ちょっとだけ上上がってきてもここではもう見れない、ダメ、そうはい、龍の山頂が見えました、龍ヶ岳の、ここね結構つづられて登ってるんだよこれな、山頂までね、はい、着いた、東屋着きました、9時56分ここから本当はね富士山がドカーンと見えるんだけど、ね、今日はあいにくの天気です、はい、愛染寒時期のまま登らないでください、ここはね冬はバキバキに凍ります、芝桜見えるな、ここからダメだな、あ駐車場だけ、ね、駐車場は見えるんだけどね、はい、富士山は残念ながら見えません、外だけ、はい、では10時4分東屋出発です、ここはねずっとつづら折りの道です、笹ロードもだいぶ上がってきました、龍ヶ岳といえば笹、湖畔登山口との分岐10時32分帰りはこっちから下る、帰りはこっち行こうな、湖畔からね、はい、じゃあここでちょっと服脱ぎます、枯葉ロード、笹の枯葉がね最後こう登山道にあって、うん、とても歩きやすいねこれはね、はい、平らになってきましたよ、もうすぐだな、はい、龍ヶ岳、はい、着きました、山頂はいつも混んでるよね、ここはね、混んでる、くるっと回って、はい、10時44、はい、はい、山頂10時44分、
こっから富士山が本当はねドカーンと見えません。こうね撮るといいんだけどね、うんうんうん、私たち玄米食べたり、そうだな、うん、ちょっと、まあ、いろんなきっかけがあったんだけど、うん、食にちょっと気をつけるようになって、ね、うん、少しずつ勉強しながら、うん、食いいもの食べようねっていう生活をなるべくしてるんだけど、うん、そんな感じを、うん、普段何食べてる、山以外で何食べてるのみたいな、この間聞かれたもんな、これだな、そうそうそう、フォロワーさんの、あの某女の子にね、うん、年齢の割に意外と元気に過ごせてるかなっていうのもあって、うん、そんな山登ってる以外の様子を、うんうん、サブチャンネルで、そうだね、サブチャンネルせっかく作ったからね、そう、うん、私出してみようかなと思ってる、どうかな、いいじゃん、いいじゃん、ぜひみんなサブチャンネルの方でやってください、ね、はい、奥さんで奥さんのプライベートプライベートまでいかないけど、うん、ね、ちょっとだけ、うん、ちょっとやっぱ食の勉強をねしてるから、専門家じゃないけど、うん、共有できることがあるかなと思って、体のね不調はね食からだよ、うん、それは分かったね、いろいろね、いろんな人とちょっとね、またある機会があればお話ししたいけど、うん、私たちがそういうふうに思い始めたきっかけがあって、そうだね、うん、そこからやっぱり変わってきたよっていう、うん、食事でだいぶ変わるよ、人の体って、うん、山はね、山持ってくるなかなかね、ご飯ね難しかったんだけど、これぐらいじゃいいよね、うん、材料がそうやっぱり、ね、いっぱいになっちゃうと、そこまでこだわっちゃうとね、山登れなくなっちゃうから、ね、いやこれぐらいだったら全然って食べちゃうよ、俺は何か食べていいよ、え、うん、持ってあげようか、やるいいよ、うん、なんかいっぱいになった、うん、食べちゃう、これ結構食べちゃう、はい、ごちそうさま、美味しかったよ、奥さん乾杯です、はい、じゃあ私残り食べちゃうね、うん、はい、では11時44分お昼をゆっくり食べまして、はい、下山します、はい、食べたね、今日は、今日食べたね、美味しいね、はい、山飯久しぶりだね、山飯明神明どこだっけ、あそこ鉄砲の頭以来、うんうんうん、なチャーハン以来ね、チャーハン以来、うん、はい、富士山少しだけ頭が見えますね、はい、はい、山頂はかなり寒かったです、ほんとね、うん、夕方岳はね風が、うん、冷たいね、通るからね、ここはね、うん、ちょっとだから山頂でゆっくりしたいと思ったら、うん、防寒着 ね、防寒を、防寒着しっかりとこの時期は持ってきて、うんうん、じゃあ今日は本栖湖方面に降りてみましょう、はい、はい、多分こっちはあんま人いないと思うよ、こっち、うん、こっちはね結構急登です、裏側になるからね、はい、うん、はい、行ってみましょう、湖畔登山口みたいなね、湖畔、うん、登山口行ってみよう、はい、芝、はい、桜見たからね、うん、じゃあ本栖湖の方へ降りてみます、はい、はい、こっちの方がねちょっと急だから気をつけましょう、こっちから登るのは大変だよ、あ、そう、うん、やっぱここ滑るからね、うん、あ、でもこうやってなんか竹とかこう落ち葉が、うん、あの登山道にあれば滑り止めになってる、うん、滑んないかな、うん、お、いいね、こう元巣に向かって降りて感じで、こうほらいいね、ね、奥さんいいね、いつものこうだな、あ、それそれそれまたやんないで、それしかないの、でもこの間のさ、うん、ちょっとここでやってもいい、誰もいないから、いいよいいよ、この間のなんだっけ、この間のどうだっけ、知らねえ、こんななっちゃったいいよそれ、こんな感じのポーズがちょっとなかなかこうなかなかこうやった、うん、女の人からこうやったね、うん、ね、いい、分かった分かった分かった、もう顔見たら多分誰も何も言ってもらえないと思うけどだけどさ、ねえ、なんかないかな、何がもっといいポーズ、もっといいポーズ、なんか山っぷのコメントで水着って言われたけどね、そう , 笑っちゃうぜよ、え、いい、分かった、いけ早く、なんかでもさ、何そのポーズ、なんか昔の日活、ね、日活ロマンポルノみたくてやめて、もなんかこんなのあったよね、いい、いい、日活ロマンポルノだからいいよ、いけ早く誰も来てないから、誰も見ないしね、誰もいないし、誰も来てないからいいけどさ、もうお前昭和40年代のあれだぜ、お前、ね、日活ロマンポルノだよそれ、やめてよ
あの昔はさ、うん、結構大きなポスターがさ映画館の前とかすごい貼ってあったよね。あった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 ね、うん、あったでしょ。あったね。俺映画って全然ダメでさ、今もそうだけど映画ってダメだな。そう、一緒に行ったことないね。俺見ないんだよ映画って。いや、うん、私ね今思い出したけど初めて見た映画って、うん、あれだと思う、うん、名犬ラッシー。ああ、あったね。違うな、名犬ラッシーってなんか犬の話だったよ。名犬ラッシーってテレビでやってなかったの。なんだっけ犬の話。だからじっとして、うん、映画の時間を 見てるってことができないとね。映画って言ったことない。だから子供ともないしな。俺映画館に入れないから。そうだね、映画館に入れないんだよ俺。そう、映画館行ったことないね、うん、でもさだよ私たちのさ、若い時代ってさ、うん、デートは映画っていうの結構あったよね。あ、みんな。じゃあそれ俺とじゃないわ。ないよ。だからあなたと一回も行ったことない。別のやつと行ったら一回も行ったことないなと思ってあれ、ね、誰と行ったっけかなんてなっちゃう私もそんな好きじゃないけどさ、だってさ高いじゃん映画って。何映画って高いよね。あ、そうなの。高い。いくらかもしれない映画行ったことないな。今1500円とかするよね。もっとするのかな。映画高いなって感じないのかな、みんなは。いや、だからそれ別に高いと思わないから見るんだよ。そうだよ ね。俺映画とかドラマとか全然興味なかった、まあね、昔から、うん、本当に。なんでだろうな。なんでだろう、ね、自分がこう体験して楽しむ方が好きだった、うん、そうそうなあ。わかんねえ自分でも。今でもない、ね、今でもドラマは見ないしね。ドラマなんか全く見ないよ。トレンディードラマとか見なかった。全然だね。なんか名前は知ってるよ、名前はね、うん、だけど全然。あの主題歌とかさ、ああいう歌は流行るから、歌は好きだったからさ、うん、歌は知ってるんだけど。でも歌もあれだな、若い頃どっちかというと洋楽聴いてたね、うん、お音楽のね一番のスタートね、俺小学校の YMO で、 YMO あの音楽俺衝撃的だった、小学校の時聴いて。ライディーンとかってさ、うん、あの小学校のさ、うん、運動会でさ、うん、踊んなかった。踊ったかどうかちょっと覚えてないけど。こういうのこういうのちょっとやってもいい、誰もいないから。てててんてんてんみたいなこと。それ昔のディスコじゃんそれこういうの絶対やったことある人いると思うよ。なんかチェンチェンチェチェチェンチェチェンだったらタタンだったら。昔のディスコあるな。めちゃくちゃ綺麗、見事なピンクでちょうど今開いてる感じだね。この奥まで綺麗です。この間は最古で、今日は戻すことね、うん、両方青いね、うん、はい、降りてきました。あ、降りました。はい、こっからは多分遊歩道みたいなところ歩いてそのまま戻る感じだな。うん、皆さんのロープのとこまで降りてきました。昔は奥さんここの龍ヶ岳でロープに引っかかって顔面から転んだことあったな。あったね。なあ、メガネが割れちゃった時なあ。あったね。奥さんは本当やらかすな、さっと思うと。はい、元すこキャンプ場まで来ましたよ奥さん、ね、来た来た。昔よく遊んだ元すこキャンプ場、また来るかね。なあ、いやいいとこだな。あ、やっぱ日曜日はガラガラだね。そう、あ、これやっぱ日曜日張りくるのいいね。あっという間に人いなくなっちゃうね、やっぱり。はい、今日は龍ヶ岳に登ってきました、はい、登山道からは芝桜が満開で綺麗に見えました、はい、今日は初めて視聴者さんに声をかけていただき嬉しい一日となりました。よかったね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また気ままに登ります。いやー、元すこ綺麗だなね。